今日は何を着ようかな。でもこれあんまうまいちだったから違うのにしよう。うん、違うのにしよう。こんな感じで、まずね、イングで買ったこの緑のパーカーと、このイングで買ったヒラヒラの白いスカート、これ本当に私だからド定番のマジで可愛いランキングの上位に入るぐらいの超お気に入りなんです。お気に入りランキングの上位に入るぐらい超本当に私の中でド定番でよく着てるペアなんですけど、なんか違う気がするます。違います。なんか違う気がする。なんかこれかっこいい系じゃん。これなんかちょっと私的にはガーリー系なの、あんま合わない気がする。うん、この上には必ず黒いスカートかズボンだから合うとは思ったんだけど、なんかでも違う気がする。なんかちょっと違う気がする。しかもなんか絆創膏出てるよ。仕方ないよこれは。これはね、友達と遊んでてやっちゃった。またね、やっちゃったんだよね。もうね、だから最近は転んでもママはもう呆れて動画にしないようになりました。え、動画にしないようになりました。呆れて、はい。でも私もあのやめてます、やめてって言います。もうなんかもうどんだけでやってるのって呆れたそうで、ちょっとこれもね、ちょっとやめます今回。この服装もなんか違う気がする。パンツも見えちゃうしね。そこはいいよ、そこはいいから、そこはいいよ。で次行こう、次もっと選ぼう。うん、可愛いんだけどさ、可愛いんだけどさ、ちょっと下がちょっとあんま地味だよね。なんかもう少しなんかインパクト欲しくないですか。あんまなんかだ、まあ言っちゃうことは3位くらい下が待って、本当にどうしよう、マジで決まらないよね。こんだけさ選んどいてさ決まらないとかやばくない。もっとなんかピンとこないんだよね、本当に本当に。でもこの上は可愛いの、本当可愛くて、可愛くない、本当可愛いと思うんだけども、ちょっとこの下がちょっとダメだ、なんかダメだこれ。はい、ということで迷った時は必ずこれなんですよ。この本当に迷ってもうダメだってなった時は必ずこの服を着るんですけど、可愛くない？これイングで買ったこのねピンクのベストにこの。なんか結び方変じゃない？変じゃないよ。なんかまあ、はい、画面越しじゃ分かんない。このスカートはどこで買ったか忘れちゃったんだけど、ハニーズだった気がします。で買ったこのスカート、うん、このね組み合わせが私の中にとって本当最強なんですよ、うん、最強のね服なんですけど、でも迷った時に必ず着るんですこの服。ちょっともうなんかもう着すぎじゃねえぐらい着てるはずだよ、多分絶対着てると思うので。ダメだ、着すぎだよこれは、違うのにしよう。待って、ね、もう早く決めてくれるかな。出かけ行くんでしょ、やばくない？そうだよ、早くしてよ。やばくない？早く決めなよ。どうしよう、本当どうしよう。最近いつもこうだよね。どうしようもうやばい、決まらなすぎて笑っちゃうよね。はい、じゃあどうしようか、本当にどうしようか、本当にこんな最初に着てたのでいいんじゃない？あれ？着替える前になんか着てなかった。そう、あれが一番ピンとこなかったから着替えたんだよ。そっか。じゃあもうこの先も悩んでください。はい、ということで、何着着替えた？もう4着ぐらい着替えた。4着が5着着替えたよね。着替えました。はい。だって決まらない
いんだもん。皆さんはどのコーデが良かったでしょうか。翔ちゃんはいつもこうやってね、最近悩むんですよ。もうどうしようどうしよう、これにしようか、でもなーみたいなね。最近ほんとファッションショー状態なので、その様子をね、最後片すのがめんどくさいの。そうね、確かにそれはある。はい、こんな感じでね、もう最近のね、休日のこの洋服を選ぶ様子をね、ちょっとね撮ってみました。本当にリアルにこんな感じです。リアルすぎ、まあ、ママがいると本当、まだどっちがいい、これ下にあるのどれがいいかねとか言うんですよ。ダン。はい、ちょっとリミちゃんが今来ちゃいました。怖っ、すぎる、怖いよ。ゲームになるとね、すっごいね、マジでキャラが変わるんですよ。本当に超うるさいし、超はなんか暴言なんですよ、マジで。本当に怖っ、うるさみたいな。まあ落ち着いて、はい、今からまたファッションショー行きます。第2弾。はい、じゃあ動画はこの辺で、バイバーイ。バイバーイ。ほんとどうしよう、マジで。選ぶね。ほんとにガチで選ぶわ。